ではご覧ください。政府の支援を受けて、国内の民間企業が協力して開発した国産ドローンが今日発表されました。特徴はデータの漏洩や機体の乗っ取りを防ぐ高いセキュリティ性能で、撮影画像や飛行記録は暗号化され、国内のサーバーに保存されるということです。ドローン市場では中国製が高いシェアを握っていて、政府は安全保障の観点などから16億円を投じて国内の企業に開発を委託していました。政府関係者は、政府の調査でも中国製を使っているのが現状で、早く国産に変えるべきとの声があったとしています。中国製より少し高めではございますが、大きく市場の北に乖離するようなものではないと思っています。今日からオープン価格で販売を開始し、中国製からの買い替え需要を狙います。